こんにちは。こんにちは。今回気合入ってます。今回何ですか？大作だし、好きな作品でもあるんで、ね、はい、ちょっと今回もサクサクいきたいと思いますが、はい、今回の企画、題して、はい、ハリーポッターとイギリス映画の復権。ついにハリーポッター行きますか。とうとう僕らもハリーポッターという大海原に、はい。まあ監督とか俳優取り上げるのは多かったけどね、結構、大作シリーズもの取り上げるの初めて、ね。確かに。ハリ、まあ、ワイスピとかありますけどね、ちょっと切り取り方がね、ちょっと違ったし。うん、ハリーポッターか。まあ知らない人いないと思いますけどね。はい、この1997年に第一作が発売され、はい、7作にも及ぶシリーズの累計売り上げ、うん。全世界で6億部以上。ちょっともう想像つかないな。えげつない。6億部だもんな。史上最も売れた書籍シリーズなんですね、はいはい、ハリーポッター。はい。最終章は発売から24時間以内にイギリスで270部。最終章は発売から24時間以内に、イギリスで270万部。はい。アメリカで830万部売り上げて。24時間でしょ ?24 時間。はぁ、すげえ。なんか日本でもニュースの本屋にさ、はい、もうブワーってこう平積みされてて。いや、僕も買いましたもん。うん、もちろん買った、うん、俺も、まあ。全部原作も読んでるのです。はい。で、映画。2016年に発表されたフランチャイズの累計売上250万ドルです。250億ドル。あ、そう。あ、2016年に発売されたフランチャイズの累計売上。うん。250億ドル。想像つか。超いってます。超。250億。超いってる。今もファンタスティックビーストシリーズね。はいはい。として続いてますけど。うん、まあ我々、92年、3年生まれじゃないですか。はい、なんかちょうどハリーたちと同じ年代ぐらいで共に生きてきた、うん、まあ幸せな世代ではあります、ね。まあ、ハリーポッターと共に育ってきたって言っても過言ではないですからね。我々世代でハリーポッターにときめかない人はほぼいないと思うんですけど、うん、なのでまあ動画にしたいなってずっと言ってきましたが、ただちょっとあの、いろいろ YouTube でね、ハリーポッター検索してみて、はいはい、今出回ってんのは結構やっぱね、見た前提の、まあ、ものすごいマニアックなものばっかりで、あ、ニッチな、このシーンに隠された謎とはとか、はいはいはい、結構シリーズ何回も見て、うん、あのハリーポッター愛してる人向けの動画ばっかりだったので、ね、まあ、今回は、まあ、うちの動画の視聴者映画好き、はい、かつ、まあ、我々よりも年上の方もいらっしゃる、はい、っていうことで、はい、あのまあ、いろいろどうしようかなって考えたんですよ。で、映画はこのハリーポッターだけでも8本、まあそうですね。しかも一作あたり結構長いでしょ。2時間半ぐらいある。まあまあ長いさありますね。全部見るのは大変で結構まあ、なんか、ねえ、なんかヒットしてるけど、まだ見てねえやって人。うん、まあ多いと思いますね。結構いると思うんで、うん、今回その大人の映画好きにおすすめのハリーポッター入門。あ、入門をやると。おー、いいじゃないですか。見たくなるような話を、はいはい。あんまりマニアックな話はしないようにします。うん、で、この世界最大、で、この世界最大の大ヒットシリーズの、まあ、制作裏みたいなのを紹介していくので、はい、見た人も、まあ、見てない人も、結構楽しめるようなチューニングで、はい、このチューニングが毎回ね、うちのチャンネルの動画では大事で、ね。微妙な線をね、いいところをね、つきたいなってい う, う。っていう作品を紹介していきたいと思います。はい。で、一作目ね、大ヒットシリーズの一作目となったのが、ご存知、2001年公開、賢者の石。懐かしいな。懐かしいね。うん、両親を失って、意地悪なおば夫婦の家庭で孤独に育った少年、うん、ハリー・ポッターっていうのが、11歳の誕生日を迎えた日に、魔法界のホグワーツ魔法魔術学校から入学の招待状を受け取るっていうストーリー。僕も11歳になったら届くと思ってましたからね。いや、もうわかる。2001年に11歳ってことは1990年生まれ。うん、まあ、だいたい俺らよりちょい年上ぐらい。ちょっとお兄さんぐらい。結構世代的には同じ。うん、もう、俺ほんともうホグワーツに入りたかったっていう。間違いないですよね。憧れのね、ストーリーなんですけど。まあ、その入学招待状を受け取ったことをきっかけに、ハリーはこの亡くなった自分の両親とか、うん、自分が魔法使いだったってことに気づいたり。はい。あとホグワーツに入学して、まあ、仲間と共に学園生活を送る中で自分の能力とか、うん、あとこの両親の命を奪った闇の魔法使いが今自分の命を狙っているっていうことを知る、うん、結構まあファンタジーで青春映画っていう側面もあるけど、結構こう死とか、うん、もう暗い側面、ダークな結構ストーリーも結構もう珍しいというか、まあ結構いろんな側面がある作品だよね、うん、この映画その後、アイアムレジェンドとか、ゼログラビティとか、うん、パディントンとか、
ワンハリとか、うん、バービーとか、うん、大ヒットシリーズを手掛けることとなる名物プロデューサー、デビッド・ハイマンっていう人が、うん、まあ、J.K. ローニングのこの原作本に惚れ込んで、映画化をワーナーにプレゼンしたところからスタートする。先見の明がすごい。だから子供向けの映画でヒットさせたいなと思ってて、はい、いろんな児童書を読み回った中で、うん、このハリポッター売れてるしなんつって、ワーナーさんどうですかみたいな。なるほどね。だから彼が結構映画化においては、キーマン。キーマンがなすけど。へぇ。まあこのハリポッター、先ほども言ったように、一作目から大ヒットするんですけど、はい、そんな大ヒットの小説を映画化するにあたって、招集された制作チームっていうのがこちらになるんですが、はい、まず脚本。はい、スティーブ・クローブス。ほう。まあ、結構知らない人も、まあ結構、まあハリポッターで有名。うん、まあ、言っちゃえばね。うん、ただ、その他に何やってたかっていうと、あなたが好きなアメージング・スパイダーマン。お、大好き。脚本書いておる。そうなんだ。あと外せないのが、はい、僕が本当に大好きな映画で、はい、恋の行方。あ、ファブラス・ベイカー・ボーイズ。はい。まあ、ジェフ・ブリッジス、はい、ボー・ブリッジス兄弟とミシェル・ファイファーの3人も。大人のラブストーリーですよね。大人のラブストーリー。ですけど、この映画では監督と脚本を務めていて、はい、まあ、あんまり作品数は多くないんだけど、うん、結構僕は好きな脚本家で、うん、このスティーブ・クローブスさんはこの不死鳥の騎士団以外全部やってる。そうなんだ。で、まあいろいろ今回調べて思ったのは、この考えてみたら、この恋の行方っていうのはミシェル・ファイファー女性一人と、このブリッジス兄弟男二人、はい、女一男二のストーリーじゃないですか。確かに確かに。これってのはやっぱハリーポッター、ね、確かにリンクしてますね。ハーマイオニーとロンとハリー。ロンとハリーで。ちょっと腑に落ちた、うん。そして、はい、やっぱ映画において重要なのは監督ですね。そうですよ。かなりの候補が上がるんですよ。うん、やっぱ、なんだろう、まあ、ヒットしそうだったし、うん、原作はもう人気小説だし、うん、どんな監督にしようかって結構いろいろ難航するんですが、候補としてはめちゃめちゃ上がって、はい、スピルバーグとか。ほいほいほい。あとはテリー・ギリアムとか結構。テリー・ギリアム、まあでもテリー・ギリアムは結構ダークファンタジーで結構ちょっと売れかけてたから、まあでも結構テリー・ギリアム・ハリー・ポッター結構意外にいけんじゃねえかって。まあ逆見てみたいな、うん。で、スピルバーグもまあもちろん子供向けの絵、子供を主人公にした映画も撮ってるし、結構ファンタジーもやってるじゃないですか。確かに。だからまあ確かに納得。いや、その中で選ばれたのは、うん、グーニーズとかホームアローンとかの子供映画で結果を出していたこのクリス・コロンバス。まあ、そうっすよね、うん。クリス・コロンバスといえばやっぱホームアローン。ホームアローンっすね。で、このコロンバスがこの監督を射止め、いや、監督の座を射止めたあの話っていうのは結構面白くて、うん、彼はこの自分が一番最後にしてくれたオーディション。うん、もういろんな監督が候補に上がって、はいはいはい、みんなオーディションとか話聞く、はい、プレゼンする、うん、俺ちょっと最後でいいっすかって頼んで、ね、うん、彼はこの自分の番が訪れる2週間の間に脚本を書き上げた。このハリーポッターすげえ。朝3時ぐらいまでずっと書いてたみたいな、2週間、はいはいはい、もう寝る間惜しんで、うん、それでこのクリス・コロンバスが監督の側に止めるんだけど、うん、で作曲家はもうジョン・ウィリアムスです。出ました。音体。音体もうこのハリーポッターのスコアは、まあみんなテレビとかね、聞いたことあると思うんですけど、結構僕はもう歴代ナンバーワンって言ってもいいんじゃないかって。僕の中でもニューシネマパラダイスかハリーポッター。おー、結構大きく出ましたね。メロディアスなんだけど、なんか、そこまで邪魔せずに。グッとくるんすよね。なんかミステリアスらしいファンタジー感もあるし、なんか、ワクワクもするし、うん、感動的な涙を誘う部分もあるし、はいはいはい、結構エモーショナルなところで、うん、まあ本当ジョン・ウィリアムスの代表作の一つと言ってもいいと思うんですけど、うん、それは間違いないですね。すごい、あの、作曲も優れていると。うん、で、まあいろいろ制作陣が固まっていく中で難航したのはキャスティングです。うん、これなぜかっていうと、この原作者の J.K. ローリングさん、この映画化の条件っていうのは一つありまして、はい、これがキャスト全員がイギリス人とかアイルランド人であること。ああ、なるほどね。アメリカ人をもうやめてください。なるほど。確かに言われてみればそうですよね。結構厳しいよね、これはね。うん、だって、あの、資本はワーナーでアメリカなんだから。まあ、確かに。アメリカで人気のある俳優ってやっぱ使いたいわけでしょ、まあ。プロデューサーサイドは入れたいってなるでしょうね、絶対、うん。で、この主人公のハリー、ロン、ハーマイオニー。今考えたらもう奇跡のキャスティングだと思うんですけど、うん、もうこの3人以外考えらんないし、うん、みんなすごいいい俳優。まあ、うん、その後売れたか売れてないか置いといても、このハリーポッターにおいてはめちゃくちゃいい俳優さんに選んだなって思うし、はい、彼らもオーディションで選んでるんですよ。
このダニエル・ラドクリフの役っていうのは、もともとこのスピルバーグがやるかもしれないってなった時は、このハーレー・ジョエル・オズメントっていう、あの、はいはい、シックスセンスです。この後ブレイクする。AI とかで。そう。彼も、この J.K. ローニングのお眼鏡にかなわずに選ばれなかったりとか。うん、あとはこのロン役のルパート・グリント、はい。彼もいいね。おどおどした演技がうまかったっすよね。その後、彼自身の成長とともにたくましくなっていくし。うん、なんか思春期の演技とかめっちゃうまいんだよね。確かに、まあ。実際に思春期ですもんね、うん、彼らは、うん。彼はこのオーディションで、この論役を自分が希望する理由をラップで披露した。うん、やば。いいよね。なんかキャラが立ってるよね。うん、で、この J.K. ローリングをはじめ、この映画制作側っていうのは、この原作をとにかく忠実に再現しようと考えたんですよ。うん、で、それが結構行き過ぎてるなっていう話が、この、主演のキャストたちにも呼んでいて、はい、このダニエル・ラドクリフは目がね、青色なの。はいはい、実際は。けど、うん、実際のハリーってのは緑色なのね、目が。はい、そのために、ダニエル君に緑色のカラコンをつけさせようとしたり。あと、エマ・ワトソンはハーマイオニーにそっくりにするために、うん、差し歯をつけて、ちょっと歯が出てるみたいなのを、もうビジュアルもかなり寄せて、撮影しようとしたんだけど、まぁ、ちょっと演技がうまくいかなかったからやめたって、はい。ただそれぐらい忠実にこだわった。ちょっとやりすぎだ。ちょっとやりすぎですね。でもそれぐらい J.K. ローニングが厳しかったんだよね、うん。で、この主要キャスト3人もちろんいいんですけど、はい、それ以外にももう、すごいじゃん。イギリスを代表するもう、オールスターキャスト。オールスターキャスト。で、この賢者の石だけでも、はい、例えばアルバス・ダンブルドア校長を演じたのはリチャード・ハリス。はい、ああ、そうですね。許されざる者とか、グラディエーターとか。うん、で、これが悲しいのが、この2作目の賢者の、この2作目の秘密の部屋を撮影した数ヶ月後に倒れて、うん、確か癌だったかな、うん、亡くなっちゃって。3作目から違うんですね。違う俩優になるんですけど、まあ、このリチャード・ハリスもちろん名優ですし、このマクゴナガル先生、副校長、はい、女性のね、を演じたのはアカデミー賞を受賞して、天使にラブソングとかも出てるマギー・スミスさん。マギー・スミスさん。今もご存命で結構元気な。ダウントン・アビーとかね。そうそう。出てますね。で、ハグリッド役。うん、まあ、僕結構好きな俳優なんだけど、007でマフィア役を演じた、ピアース・ブロスナン、あ、そうなんだ。そう、ピアース・ブロスナンの、ダイアナ・ザ・ディじゃなくて、ワールド・イズ・ノット・イラフとか出てるの、はい、マフィア役。まあ極悪人じゃないんだけど、はいはいはい、マフィア役、ギャング役みたいな。で出てるロビー・コルトレーンさんが演じていて、もともとはハグリッド、ロビン・ウィリアムスが結構筆頭だった。おー、なるほどね。ただ彼もアメリカ人だった。なるほどね。でもロビン・ウィリアムス、ハグリッドもいいよな。確かに。やっぱハリー・ポッターファンからしたらハグリッドってかなり人気のキャラクターだし、うん、結構まあ現代的なテーマでもなんかこう、社会から阻害された人が、はい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 、それでもこう、みんな、こう、なんだろうな。一緒に生きていこうよみたいなストーリーじゃない、うん、はい、まあ、結構現代的だと思う。はいはい、結構キーマンだと思うんだよね、ハグリッドは、うん。不器用だけど、結構こう、生徒たちに愛を持って接するみたいな。確かに、そういう人いますからね。うん、だし、スネープ役。うん、ダイ・ハードとかラブ・アクチュアリーに出てるアラン・リックマス。アラン・リックマス、うん。この人もね、最近亡くなっちゃったんだけど。結構俺、ラブ・アクチュアリーのアラン・リックマス好きで。あ、いいっすよね。なんか愛人にさ、デパートでプレゼント買おうとして、なんか嫁に見つかりそうになってるみたいな。で実はみたいなね、うん、ありますからね。結構なんか人情派のコメディーとか得意な人だよね、うん、結構セブルス・スネープって役は結構さ、まあまあ言わないようにする、結構まあ嫌なやつじゃないですか。まあ確かにね、うん、だから結構ただなんかそれがアラン・リックマンっていうキャスティングもさ、もう全部見た上で納得する。確かに、まあスネープはね話せば長くなりますからね裏主人公と言いますかね。そうそう、このスネープ役も、もともとはティム・ロスだった。へぇー。彼はイギリス人なんだけど、まあ、アラン・リックマンの方になった。ティム・ロスもティム・ロスって回ってたか。ティム・ロス、スネープか。まあでも、それを見てみたいはあるけど、うん、でもスネープはもうアラン・リックマンしか考えられない。アラン・リックマンでしか考えられないですね。あとは、まあ、ちょい役ですけど、このオリバンダー。杖を売るね。オリバンダーの役は、エイリアンとかミッドナイト・エクスプレスのジョン・ハート。まあ、彼もね、はい、イギリスの超名優。超名優。もうとんでもない。あとは、どれだけ豪華だったかって話で言うと、もう超ちょい役のほとんど首なし肉っていう、まあ幽霊が出てる。あ、首なし肉、ね。首の皮一枚で繋がってる、まあお化け。ホグワーツに居座るお化けですね。彼を演じたのは、このジョン・クリースさんっていう、
モンティパイソンとか、あと007のピアース・ブロスナン期の Q。へぇー、そうなんだ。だから、ベイン・ウィッショーと、はい、あ、名前出てこない。デズモンドなん、はい、なんとかさんの間の2、3作しかやってないけど、Q を演じたジョン・クリーズさんが、このほとんど首なしにくて、まあ、シーンで言うとほんと数分しか出てない、トータル。トータル5分くらいしか出てないじゃないですか。めちゃくちゃちょい役を演じるぐらい、はい、もうイギリスの超名誉も集めまくったって、はいはい。もう分かりましたよ。JK さんが言うなら。やりましょうよ。書き集めますよ。やりますぜ、みたいな。イギリス人集めますぜっていう。はい、まあ、ここをまず、ハリーポッター見てない人にお勧めするとしたらもうここ。まあ、確かに。イギリスの名誉勢ぞろいですよっていう。はい、で、その、手だれの名優が子供向けにちょっとわかりやすくコメディタッチに演じるっていう、うん、まあ、結構贅沢な映画だよね。それも結構ね、力いりますからね、うん、これも。だし、その顔とか演技力に裏付けされた楽しい世界なのに、なんかちょっと不穏みたいな、はい。これはやっぱ名優を集めないと生まれない味わいじゃないですか。うん、これは結構重要なのかなっていうふうに思います。はい、で、このハリーポッターもちろん、子供向け映画として作られて大ヒットしているんですけど、うん、結構見返すと子供向け映画とは思えないほどひどい描写も多い。はいはい、これ大丈夫みたいな。今の。コンプラ的に。コンプラ的に。うん、まず、まあ、真っ先に挙げられるのは、このハリーが、まあ、両親を失って、おばの家に預けられると、うん。そのダドリー家っていうね、ひどい、ひどい家、あんな家になる。普通に児童虐待。普通になんか、政府のなんか、うん、あの人が、なんか罰則を与えてもいいと思うんだけど、ね、まあ、どんな暮らしかっていうと、まあ、ハリーの部屋はまず階段下の物置なんですよ。1.5 畳ぐらいの。そうそう。でもね、子供の時、あれすらも憧れたな。確かに。あの、ちっちゃいスペースでね。うん、で、その彼は階段下に住んでて、うん、しかもその、お父さん、ダドリーのお父さんに、うん、あの、紙を掴まれたり。はいはいはい。あと、ハリー宛ての郵便が届かないように、郵便受けに板を打ち込まれたり。はい、ひどいよね。あと、お前一週間飯抜き、食事抜きだ、みたいな。虐待でしかない。確かに。ひどいよね、普通に。普通にね、やばい話っすかね。で、秘密の部屋かな、うん、いや、賢者の石か。賢者の石でホグワーツからの手紙が届くんだけど、うん、それを、まあ、ハリーに読ませまいとして、いっぱい届く手紙を、夜中ハリーの顔を見ながら暖炉で。ニヤッとしながらやるんすよね。もうほんと嫌だ。嫌なやつっすよ。コメディ映画だと思って見てるけど、うん、こんなひどいやついる。確かに。マジで。でもありえないぐらいひどい話なんで、うん、ほんと笑っちゃうぐらいひどいんですけど、はい、結構制作裏見ると結構面白いのが、うん、この美術部。まあ、このハリポタシリーズもこの後も言うけど、はい、美術めちゃくちゃいい仕事してるじゃないですか。この美術部のインタビューで、このヤドリー家のインテリアを作る際ね、うん、英国中から趣味の悪いひどい家具をわざとかき集めたらしい。なので皆さん初めて見る方、もう一回見る方、うん、ぜひヤドリー家の。インテリアを注目して。めちゃくちゃダサい家具。ちょっとそれ見よう。コーヒーテーブルとか超ダサい。へ、なんか、食器とかの入ってる棚とか超ダサい。へ、わざと趣味の悪いやつ置いてんだ。美術部がもうクソ野郎がなるほどね。作った。ヘイトを集めてるんだ、そこに。そうそう、ダドリー家で。変じゃないし、マジで行かれてんのがさ、この手紙がめっちゃ届いてさ、はい、もうこんなとこに休めんっつってさ、なんか、アルカトラズみたいなさ、なんか変な島みたいなところにね。雷、なんか雷雨がすごいさ、ね、グワーンみたいなところにさ、なんか倉庫みたいなところに家族で引っ越してさ、掘ったて小屋みたいなところにね。そうそうそう。パパおかしくなっちゃった、つって。ハグリと来るんすよね、そこに。だから結構コメディとしてやっぱ面白い、普通に。はい、結構変だよね。このハリーポッターやっぱり、まあ、特に前半の作品のね、うん、話ですけど、やっぱ子供心にして、まあ、今30になって見ても、はい、未だにワクワクするんですよ、うん。なんかなんでこんなにワクワクする物語なんだろうっていろいろ紐解いていった時に、うん、やっぱ J.K. ローリングの原作もそうなんだけど、この映画もそうなんだけど、やっぱなんか自分たちが暮らしている世界の片隅に、うん、この魔法使いの世界がひっそりあるという。確かにね、うん。なんか全然切り離されてない。もうなんか、この部屋の、なんかどっかには秘密の入り口があってとか、はい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 、いつも行く駅の、なんかちょっと柱の向こうには、こんな楽しい、すごい世界がある。未知の世界があるっていうね。なんか、地続きとは言わんけど、うん、結構なんかこう、実生活とのギャップがそんなにないっていう。わかります、わかります。
リアルな世界に魔法のせ、まあ、人たちがいるみたいな、うん、そこが多分、ね、ワクワクしたんだと思うし、子供が夢中になると思う。本当にいるかもしれないって思ってましたからね、当時は。うんうん、で、この映画、まあいろいろ、まあ原作ももちろんいいんだけど、やっぱ映画化に合わせて、ビジュアル作りも2000年初頭の映画にしてはかなりよく頑張っていて、うん、まあ、美術、まずもちろんすごい、ホグワーツの寮の世界観。うん、はい、大聖堂の、ね、そう、食堂のあの天井の美術とか、ろうそくが浮いててとかさ、とかももちろん素晴らしいし、あと VFX もめちゃくちゃ金かけて頑張ってるんだよね。うん、で結構俺見てて、これは結構、エポックメイキングというか、結構、ビジュアルとしては先進的だったんだろうなと思うのは、はい、新聞とか絵画とかの静止画のファインアートが動くっていう、はいはいはい、写真が動く、うん。新聞見ると、なんか、その映ってる人たちがちょっと動いてるっていう、はいはいはい、なんかあの iPhone の機能であんじゃん、あのライブカメラちょっと動いてるみたいな、ね、そうそう、あれみたいなのが、うん、もうこの2000年当時からビジュアルとして作られて完成されてたし、うん、あのホグワーツにはいろんなこう絵画が飾ってあって、うん、その中の世界でその生きてるんですよね、描かれている人たちとか動物が動いて生きてて会話できるっていう、うん、結構これはかなり攻めてるというか、映像表現としてはすごいですよね、うん、すごいなっていう。で今見てもすごい秀逸だし、ね、でこの映像でこの映像効果っていうのはILM がやってんですよ。そうなんだ、すごい、やっぱ、だからもう一流の制作人なんですよ、作ってるのはね。なるほどね。そうで、この ILM 絡んでるし、でもともとスピルバーグが一丁紙してたし、はいはいはい、ジョン・ウィリアムスがやってるしっていう、やっぱ結構この賢者の石は特にスピルバーグの匂いをすごく感じて、はいはいはい、演出面でもそうなんだよね。結構あの、うん、ケルベロス、うん、あの三つ顔があるさ、はいはいはい、なんか犬みたいなやつ出てくる、はいはい、ハープで眠らせるやつ、ね、そうで彼がさ、うん、最初眠っててさ、で起きて襲いかかるって、あの演出もう一回見てほしいんですけど、はい、あれまんまジュラシックパークなんだよ。あのロンの肩によだれがふわって垂れて、ふわって見たらガーって、確かにそうだな、めちゃめちゃスピルバーグなんだよ、はい、だから結構ね、スピルバーグの色がハリーポッター一作目もわ出てんなって見返して思った、はいはいはい、であと、はい、この残酷描写、この子供映画にしては結構残酷な描写があって、これも結構ハリーポッター賢者の石の特徴っていうか、スピルバーグっぽさを感じたポイントなんだけど、はい、まあネタバレは良すけど、賢者の石で最後悪党が死ぬとき、はいはい、手をこう顔に触れた後、はいはい、っつって剥がれ落ちていくみたいな、顔がこうポロポロ剥がれ落ちて朽ちて死んでいくでしょ、はいはい、あれってめちゃくちゃインディージョーンズとか、確かにそうだな、なんかスピルバーグのなんか趣味の悪いさあー、なんかグロいなーみたいな。あー、なんかわかるなー、確かに。か結構ハリポッターもちろんね、クリス・コロンブス監督だし、はい、なんだけど、結構 ILM 絡んでるし、うん、なんか結構スピルバーグの演出とかは、ね、うん、その匂いはすごいするなっていうのを感じたのは今回見返してて思ったんで、はい、結構まあ、なんだろうな、子供向けの楽しいファンタジー映画だと思わずに、結構大人も見応える作品になっているっていうのは、ここでちょっと言いたいことですね。はい、でも、賢者の石がうまいのは、まあ、原作がそうなんだけど、この1年生っていう設定、うん、ハリーポッターっていうのはハグワーツ1年生に上がる。これは1作目の賢者の石で、2年生が秘密の部屋、うん、3年生がアズカバンっていう、はいはい。で、まあ、どんどん制作の規模が広がって、あの、公開年は、のスパンは広がっていくんだけど、基本的には1年から1年半に1本ずつ上がっていく。うん、だから、結構俺たちも学年が上がるごとにハリーと一緒に学年が上がる。なんか毎年ミレーターみたいなイメージで。そのリアルタイム的な面白さもあるし、うん、この学年に縛ること。まあ別にさ、1年生で縛る必要ないじゃん。まあ確かにね。けどこの構成がうまいのは、やっぱ1年生っていう設定が、この1作目の世界観を説明することにものすごく役立っている。これは膝を打ったね。だからこの年取ってみてから、これやっぱ構成うめえなって思いましたよね、うん。ハリーが1年生になって、で、しかも魔法界ほとんど知らない。で、いろんな人が教えてくれる。しかもそれがなんか学校っていう教える場。うん、で、その上級生がハリー、ホグワーツはこうなんだとか、うん、あの、ハグリッドが魔法界っていうのはこうで、はいはい、ボルデモートっていうのは悪いやつはこうで、うん、だから気をつけろ、うん。だからそれはめっちゃ説明台詞めっちゃ多いんだけど、けどなんか、納得できるんですよ、ね。そう。違和感そんなにないっていう。すんなり入ってる。俺たちも新年生だから、新入生だから、あ、なるほど、そういうことか、みたいなね。なんかそれを、なんか、
映像で表現するのがやっぱ上手い映画だと思うんだけど、とはいえ子供映画だから、うん、そのセリフにしなきゃいけないんだけど、まあね、基本的にはね、うん、いやそれはちょっとうまく1年生っていう設定が結構めっちゃ効果的に使われてるなって見返してって思ったんで、でこの映画の尊さ、まあ結論から言うと僕は子供に見せたいがナンバーなんですよ、やっぱハリーポッター。まあそうっすよね、うん、この映画のテーマっていうのはやっぱ友達を信じること、うん、あとやっぱ勉強することの大切さ、はいはい、学校っていいものだよっていうのもポイントだし、あとはまあ後半に行くにつれてまあより大きなテーマなんだけど、うん、勇気と自己犠牲、まあ確かにそう、友達のため、うん、世界のためには勇気を出さなきゃいけない、自分を犠牲にする場面も来るっていう、うん、結構まあ子供にしては結構あの厳しいテーマではあるけど、すごく尊いメッセージみたいなのも入っているし、うん、やっぱ子供向き映画においてすごい大切なことが詰まっている作品なので、俺はマジで子供できたら絶対見せるっていう作品なんだよ、うん、でそれだけじゃなくてやっぱこの映画のハリーポッターのね 1,2,3 作ぐらいの全部ね構成は同じで、秀逸だなと思うのはハリーたちが困難に立ち向かって、でそれを乗り越えた後絶対に医務室でダンブルドアと喋るでしょ。そうっすね。でそこでダンブルドアが絶対にいいことを言うですよね。でそのメッセージがねめちゃめちゃ大人にも刺さるんだよ。でこの一作目の賢者の石ってのは、そのハリーが自分の両親を鏡、なんか魔法の鏡で初めて見ると。で、その、ずっと見に行っちゃうんですよね。ずっと見に行っちゃうんだよ。うん、でも、ダンブルドアはハリーに言うんだよ。夢にふけって生きるのを忘れてはならんよって。うん、いいこと言うね。めちゃ、あのね、ダンブルドアマジで名言製造機で。いや、ほんといいこと言う。なるほどね。いや、うん、校長の器だよ。確かに。ほんとに。すごいいい、まあほんと、大人でね、初めて見ても、うん、まあ、なんか、幼稚だなっていう表現もあるかもしれないけど、結構、なんか、一緒に見て、まあ子供と一緒に見てもいいと思います。うん、見てると、あ、なんか、ハッとさせられるものがありますよね。そういうのがある。で、それは結構構成としてちゃんと最後のいいとこでダンブルだと、うん、怪我をしたハリーが医務室で喋るっていう、そのもう場面が用意されてる。で、その後で大体得点の発表があるんですよ、ね。得点の発表があって、わーっつって帰るっていう。うで、また来年みたいなね。それはうまいんだよね。ここまでがワンセットなんですよ、ね。まあそのお約束もね、このシリーズ映画の醍醐味だからね。で、この映画やっぱ、子供向き映画なんで、うん、もう子供ワクワクするアイテムが、まあシリーズ重ねることにどんどん出てくる。で、一作目はこの透明マント。ああ、お父さんからね。マジで欲しい。あれがあればもうね、なんでもできますからね。本当に。まあ着るとね、透明になるっていう。うん、なんか人にバレずにいろんなとこ行けたりとか、会話を盗み聞きしたりとか、この物語もねちょうどいいアクセントを迎えてるんですよね、これは。しかもさ、こうビジュアル的にも、うん、こうなんか緑色のやつ被ればいいわけでしょ、はい、グリーンバック的なやつ、はいはい、布をこう被れば、はい、後で映像はめればいいわけだから、う、ね、こう映像表現としても結構難しくない、はいはいはい、シンプルですごくいいアイテムだと思うんだけどねっていうのもあって、まあ、子供も大人もすごい、両方楽しめる作品になってると思うんですけど、うん、もちろん大ヒットします。興行収入10億ドル。いやー、大ヒット。素晴らしい。メガヒットしましたね。まあ、自分の話すると、俺はずっと買ってもらってたんだよ。はい、ハリーポッターの本をね、一作目から、はい。で、俺ずっと読んでなかったの。賢者の石、秘密の部屋。で、アズカバンが出たぐらいで確か、賢者の石の映画が公開された。うん、で、俺はもう、賢者の石を、映画で見た後も全部すぐ。間違いない。早く続きが見たい。もう僕もそうでした。結構本読むようになったのはやっぱハリーポッター。ああ、多分それはでかいと思う。ハリーポッターとデルトラクエストはでかいと思う。デルトラね。ダレンシャンね。ダレンシャンと。まあそれはちょっと置いといて。はい。でもどんどんいきます。はい。そして2作目。はい。これすごい、ね。その翌年に公開してるから、ね。2002年公開。すごいな。秘密の部屋、うん。この映画さっき言った監督脚本コンビは継続。うん、しておりまして、ストーリーが2年生の新学期を迎えようとするハリーの前に、うん、屋敷しもべ妖精のドビーが現れ、うん、学校に戻ってはいけないと忠告されると、はい、それでも学校に舞い戻ったハリーは校内で殺してやるという正体不明の声を聞き、うん、それから生徒たちが石になってしまうという事件が勃発すると、はい、ハリーたちは校内で言い伝えられる秘密の部屋の存在が事件と関連していると見て、その謎へと迫るっていう。いや、もうこの物語、あらすじ読んだだけで面白いもん。面白いね。
僕、秘密の部屋が一番好きですよ。いや、僕もね、かなり上位に好きで。前は、見返す前は一番好きだった。ああね。これはそれはこの後言うんだけど。この作品はこの、ホグワーツっていう学校を舞台にした謎解きホラーミステリー。そうなんですよ。謎解きホラーミステリーなんですよね。子供向けなのに。超怖かったもん。まあ、厳密に言えば殺人ではないんだけど、うん、まあ、もう生徒たちがどんどん襲われて死にかけるっていう、うん、結構、結構攻めてるよ、うん。結構ショッキングでしたもん、ね。うん、怖かったしな、普通。っていうストーリーなんだ。結構ダークなストーリーなんだけど、この映画に結構コメディ的な、うん、エッセンスを加えるものとして、この秘密の部屋から出てくるキャラクターである、このギルデロイ・ロックハート。出ました。ギルデロイ・ロックハート。みんな大好き。ギルデロイ・ロックハート。みんな大好き。ポンコツなんですよ、ね。まあ、僕一行でこのキャラクターをね、ちょっとギュッと表現しましたけど、はい、自信家で中身スカスカのタレント気取り魔法使い。正解。大正解。けどね、憎めないんだよね。憎めない。結果いいやつだしね。結果いいやつですし。結果いいやつだし、結果なんか結構なんか、その辺の魔法使いより全然活躍するし。うん、確かにね。このギルデロ・ロックハート演じたのはケネス・ブラナーっていう。もう天下のケネス・ブラナーですよ。すごいよね。今じゃ監督もね、めちゃくちゃやってますからね。でも、ケネス、俺あんま不便、全部見てるわけじゃないから、はい、ケネス・ブラナーってこういう役やったことあんのかな？いや、ない。結構このキャスティングすごいと思うんだよ、ね。結構かっこいいというか、キャラばっかりな気がしますから、ね、はい。テネットとかでもすげえ、いやもう、あのキャラやってたじゃないですか。女性、嫁を蹴る。殴る蹴るの暴行、最悪なやつですよ。本当に。あとあの今あれやってるじゃないですか、オリエント急行。ああやってるね、監督としても活躍してますけど、もちろんイギリス人で、うん、まあ結構ディルデロックハートは結構見どころのキャラクターなんですけど、多分絶対みんな好きになりますからね、うん、この秘密の部屋から結構校内の造形とかがさらにダークにブラッシュアップされていて、うん、まあ終盤に出てくるこの怪物バジリスク、うん、この戦いとかも結構ダーク、まあ暗いじゃないですか。確かに。で結構この映画はもう同じくイギリスを代表する映画ですけど、結構エイリアン味があるというか、なるほど、狭い洞窟の中で、はいはいはい、あポイント的にはよだれとか、はいはいはい、でここまで顔が狭いとか、あ、はいはいはい、これはなんかエイリアンなんかなとか、まあ、ちょっと意識してるところもあるんですね。結構ハリポッターオマージュが多くて、うん、1作目の賢者の石でも手紙をずっと無視し続けたら、うん、ダドリー家の周りにめっちゃ鳥が集まるっていう、はいはいはい、ま、もう完全にヒッチコックオマージュもあるし、はいはいはい、結構ね、よく見ると映画好きは気づく、ね、これオマージュじゃんみたいなのは結構あって、うん、まあそれはちょっと本編と関係ないんでちょっと置いとくとして、はい、でこの映画バジリスクと戦う終盤のシーンで、はい、このスリザリンのサラザール・スリザリンの顔の、うん、彫刻が置いてある、はい、気持ち悪い部屋でしょ。そうそうそう。秘密の部屋でしょ。秘密の部屋。なんか美術とかもさ、めっちゃかっこいいじゃん。あれすごいですよね。あとなんかトイレの。打撃のマハトルのそう、あそこの仕組みとか、はい。結構美術、やっぱこの、ハリーポッターやっぱ美術が上手くて。確かに。怖いし、なんか、なんだろうな。まあ、美しいというか、うん。怖いけどワクワクするんですよね。かっけえというか。そう。なんかアトラクション味があるというかね。だ、う、し、ん、美術で言うとやっぱ、ちょっと中二的な話ですけど、やっぱグリフィンドールの剣ね。ああ。ハリーがバジリスクと戦う時の。ってやるんですよね。そうそう。あれもかっこいいんだよな。ゴドリック・グリフィンドールって書いてある。銀の。不死鳥がね、持ってくるんですよね。ピーッつって。ちょっと止まんねえな。ちょっとそういうマニアックな話は今回ちょっと抑えようって、ね。抑えましょう。で、この映画でも、はい、ハリーが困難に立ち向かって、うん、それを乗り越えて、はい、で医務室で運ばれて、はい、治療されて、その後ダンブルドアと話すっていう、はいはいはい、このお決まりのパターン、決まりのパターンがあるんです。ました。ここでもダンブルドアいいこと言うんですよ、はい、この作品でハリーは、うん、自分はグリフィンドールっていう寮に入ったのに、うん、そのヘビ語っていう闇の魔法使いしか解読できない言語を、はいはい、理解してるっていう、自分は本当は悪い、うんうん、闇の方に落ちてしまうんじゃないかっていうのに苦しむんだよ。うん、で、そういう悩みを抱えているハリーに、うん、このダンブルドアが言うセリフっていうのが、うん、自分が何者か能力で決まるのではないと。うん、どう選択するかじゃと。ハッとするなぁ。大人に向けてるよね、これ。子供じゃわからん。これは子供じゃわからん。
いいこと言うんだよな。なるほどね。しかもさ、なんかこれメタ的な感想だけど、はい、この後、亡くなっちゃうんだよ。まあそうっすよね。リチャード・ハリスは。はい、なんか、その俳優としてのセリフだとしたら、はい、超グッとこないから。まあ確かに。なんか結構俺、昨日見て感動しちゃったんだよ、なんか。確かにこれをね、ハリーじゃなくて、ダニエル・ラドクリフの人にね、言ってたりね。そうだね。そういうメタ的なこと考えたらね。こういうね、無駄な見方をするのが好きなんでしょうけど。なるほどね。いいセリフ言ってんすよ、今作もね。で、この映画も制作費1億ドルで興行収入9億2600万ドル。大ヒットだ。これまあもうあんま言わないけど、ハリーポッターずっとこうなんですよ。1億ドルぐらいで作って、もう10億ドルぐらい稼ぐ、ね。これはもう8作目までずっとそう。ずっとそう。これす、ほんとすごい。で、3作目。はい。2004年。アズカバンの囚人。アズカバンの囚人出ました。この作品のストーリーね。はい。3年生になるハリーはホグワーツに通うが、極悪な殺人鬼、シリウス・ブラックが脱獄し、うん、ハリーの命を狙っていることを知ると。うん。限界警備の中、学校生活を送るハリーは、ブラックがかつて父の親友であったこと、はい、そして父を裏切り闇の魔法使いの手下になったことを知る。ほう、ワクワクしますね。この映画では、まあ秘密の部屋でもそうだった、はい、死っていうテーマを引き継ぎ、うんうん、裏切りとか、はいはい、あと復讐みたいなのが結構色濃く、まあ本当子供映画かっていうテーマなんだよね。初めてお父さんのね過去とかもね、あ、そうだね、明らかになってきたよね。確かに。で、この映画で特筆すべきは監督ですよ。おっと、ここで動きとしては監督が来ましたか。この映画、1作目、2作目、監督担当したクリス・コロンバスが退任するんですよ。はい、これね、結構いい話で、うん、クリス・コロンバスは、このハリー、ロン、ハーマイオニー、この3人のキャストのことをすごく愛していて、はい、この3人の成長を一緒に見守りたいって思ってたんです、はい、けど、クリス・コロンバスは自分にも子供がいて、うん、でも俺はやっぱこの息子、ね、自分の子供たちの成長の方をやっぱ見守りたいって大変です。苦肉の策だった。なるほど。やりたかったんだ、クリス・コロンバスずっと。で、彼が退任したことで、この監督候補には、ギレルモ・デルトロが上がります。はい。メキシコ人の、はい、ダークファンタジーでね、結構注目を集めていた。今第一線ですよ。そうですよ。で、最終的には、このデルトロの勧めで、アルフォンス・キュアロン。キュアロン先生がやってんだもんな。これ知らない方多いんじゃないですか。ここが推しポイントですね。アルフォンス・キュアロンがやってんすよ。アルフォンス・キュアロンのハリーポッターもう見た方がいい、絶対。絶対見た方がいい。で、このキュアロン、最初は原作はおろか、全2作を見てもいなかった。へでもデルトロが、お前絶対やった方がいい、マジで合うから、うんうん。特に、アズカバンの囚人やってるってのが結構ポイントっすよね。そうだね、そうだね。確かに。この、アルフォンス・キュアロン皆さんご存知でと思うんですけど、後にこのゼログラビティ。うん、あと、ローマで二度目、うん、ね、二度のオスカーに輝く。お超名称ですよ。超好き。はい。で、この、アルフォンス・キュアロンに変わったことで、3作目から結構ね、まあ、クリス・コロンバスももちろんいい仕事したと思うんだけど、よりこう、研ぎ澄まされて、結構クオリティがね、うん、確かに。段違いに上がった。うん、なんか、暗くなりましたよね。暗くなった。一気に。そうそうそう。だから一作目、二作目は、良くも悪くも2000年代の、なんかファンタジー映画って印象だった。映像的にも、はい。なんか、まあもちろんハリーポッターっていうのが、ブレイクしたからそういう映画が増えたんだけど、うん、もちろんナルニアとか、ね、いろいろできたじゃん。はいはい、いろんなものが。なんだけど、まあとはいえやっぱなんか2000年代の、うん、あのファンタジー映画だなって印象だったんだけど、この映画は、あの映像もなんか粒子が目立つ結構ダークな質感で、うん、なんか、多分違うと思うんだけど、フィルムで撮ったみたいな。あ、めちゃくちゃね、連続で見るとまあ全然違う、はいはい。この映画アカデミー視覚効果賞にもノミネートされるぐらい、やっぱ映像でも評価されてるんですよ。だからやっぱアルフォンス・キュアロンそこにこだわったんだよね。はい、映像だけじゃなくて、このキュアロンの手腕結構調べてて、はい、この人めっちゃいい監督だなっていろいろ思ったポイントがあって、一つ目がこの、三人の主演俳優と女優を、だからロンとハーマイオニーと、はい、ハリーね。この三人のキャラクターと、その、俳優自身のキャラクターを知るために、一つ宿題を出したの、うん、キュアロンは。それが、この、それぞれのキャラクターについて、一人称視点でエッセイを書かせた。おもろ。ハーマイオニーとしてエッセイ書いてよ。ロンとして書いてよっていう。
書かせて、それぞれやっぱエマ・ワトソンはハーマイオニーらしく16ページもエッセイを書いてきた。おー、ハーマイオニーっぽいな。真面目。だし、ラディエル・ラドクリフは、まあ、ハリーみたいにこう要領よく、うん、1ページのペラ1でまとめてる。なるほどね。うん、で、ロンは提出しらしなかったって。うわ、それぞれキャラに合ってんだ。めちゃくちゃいいよね、これ。これでもいい演出だよね。その、お前らちょっともうちょいよく考えてみっていう。うん、確かにね。しかもそのキュアロンとのコミュニケーションとしての、うん、効果もあるし、はい、役作りをより深掘りするっていう意味でもあるし、これすごいいい演出だと思うんだけど。あとは、俺結構いいなと思ったのは、確かに結構変化としては目立つんだけど、このアズカバンの囚人でアルフォンス・キュアロンっていうのは、この主要キャスト、ロン、ハリー、ハーマイオニー、あとはこの、同じグリフィンドールの寮生とか、他の、だから、バルフォイとか、他の生徒たち全員に、ホグワーツの生徒を演じる人全員に、まあ、制服じゃなくてもいいよ。好きに選んで。あ、確かに。アズカバンからか。めっちゃ私服出たでしょ。確かに。普通に私服出てるわ。そう。あとね、もう一回見るときほんと注目してほしいのが、基本ね、賢者の石とか秘密にはもちろん新入生でピシッとしてるっていうのもあるんだろうけど、なんかね、ネクタイ緩めてたり、結構ね、着崩してるというか。なんか、ジャケットに、はい、まあ、ホグワーツの制服って、本当昔の全寮制のさ、はい、アメリカとかイギリスの、まあ、由緒正しき多分、全寮制の学校みたいなモデルになってると思うんだけど、はい、ちゃんとスラックスにシャツ着て、はいはいはい、ネクタイ締めて、ニット着て、ジャケット着て、で、なんならコート着て、みたいな感じじゃん。はい、けど、結構個性現れるの、着方に。確かに。だからシャツにネクタイだけで、結構シャツ出してきてるやつもいるし、なんか、ベストだけ着てるとか。確かに言われてみればそうだわ。そう。もう、制作側が、うん、じゃあ、ネビル・ロングボトム、ネビルって役がいるんですけど、うん、はもうこういう着方をしてとか、じゃなくて、キャスト全員に、いや、いいよ、好きなように、もう学校だと思って着てくださいって。へー、おもろいな。なんならなんか授業じゃないなら、授業はもちろん制服なんだけど、まあ、寮で喋るとか、なんかそういう時は、好きなの、パジャマとかでいいよみたいな。一応まあ、その時代交渉した、はいはい、ちゃんとこうテイスト合わせた、もう勝手な私服は着させないけど、はい、結構こういう私服ですよっていうの用意するから、はいはい、それ自分の好きな組み合わせで着てよとか。へぇー。そういう風に選ばせたっていう。あと、初めてホグズミードに来るのもこの回ですね。あ、そうなんですよ。それちょっと後で出て。後で出てください。ちょっとホグズミードはね、語りたいよね。制服の着方とか私服自由に着ていいよって、はい。よりキャラクターの自由度とか個性を引き出すっていう演出をやってるんですよ。キャラクターに深みが出ますよね。これめっちゃいいよね。うん、確かに私服増えるじゃん。うん、確かに。私結構なんか色味のトーンを抑えられててね、うん、結構バラバラなんだけど、なんか映像として見たら結構かっこいいんだよね。うん、だから結構アメカジっぽいの、なんかジーパン履いたり、はいはいはい、そう、なんかトラックジャケット着たりとか、うん、結構かっこいいんだよね。で、このアルフォンソ・キュアロンの手腕っていうのは、制作側からも、はい、しかもファンの間からも、めちゃくちゃ絶賛されて、はい、なんなら J.K. ローリングからも絶賛されてます。へー。なんかのシーンを見て鳥肌立ったみたいに、まで言ってんの、J.K. ローリング。へー。大絶賛。そう。だから、ぜひ続編もやってくれってオファーもあったし、本人も続編の興味をかなり示してたんだけど、はい、ただ、ハリー・ポッターの呪縛として、一年ないし、一年半で次の作品取らなきゃいけないんだよ。もうずっとそれにつきっきりになっちゃうんだ、ハリー・ポッターに。で、キュアロンは、もちろん続編にも取り掛かりたかったんだけど、はい、これがすごいんだよ。彼は、次の作品の準備よりも、今取った作品のポストプロダクションをこだわりたかった。なるほど。もう、他の人に任すんじゃなくて、自分がポストプロしたいんだと。そう。監督やる撮影、脚本とか監修して、撮影、演技の演出してね、はい、撮影して、あとは編集じゃん、CG 足したりとかじゃん。はい、で、そこはまあ別のさ、スペシャリストに任せて、はい、まあたまに来て、はい、あ、こうして、じゃなくて、もうキュアロンは俺こここだわるからっていう。なるほどね。で、普通は、まあそこまでやる人もいるけど、ハリーポッターも次の撮影スケジュールがあるから、そっちの脚本をブラッシュアップさせる方に監督は行かなきゃいけないんだけど、はいはいはい、いや、もちろん次やりたいけど、やっぱここまでちゃんと最後までやりたい。一本全部やりたいんだっていう。っていうので、実解作を辞退してる。じゃあ、もしかしたらこれが伸びてたら、作るのが、キュアロンが撮ってたっていう世界線もあったかもしれない。まあそうだ、少なくとも次の作品は撮りたかったらしい。おもろ。そう。で、この映画、まあもちろん演技の演出とか、うん、
あと映像もすごいかっこいい。まあ、ほんとレベチだと思う、マジで。はい、結構ね、まあ、1、2ももちろんだし、4、5、6以降のハリーポッターシリーズの中でも、クオリティで言うとぶっちぎりで1位だと思うんだけど、はいはいはい、この映画、まあ、テーマもすごく良くて、うん、名作なんだよ、マジで。そうですね、うん。で、この映画、この楽しい気分を吸い取って、はい、この絶望感とか、恐怖っていうのを、うん、植え付けるディメンターっていう幽霊が出てくるじゃないですか。はいはいはい、ボスみたいなね、幽霊が。なんか、アルカトラズみたいな監獄が出てくるんです、はい。で、このシリウス・ブラックっていうのはこのアルカトラズみたいなところから脱獄するんだけど、はい、そこの、まあ、囚人たちを見張るお化けとして。監守みたいなもんですよ。そう、監守がディメンターっていうお化けなんだけど、まあ、そいつらがいっぱい出てくるんだけど、ハリーたちは、このディメンターからどうやって打ち勝つかっていうと、うん、幸せな思い出とかを思い出すことで打ち勝つわけじゃん。エクスペトロ。パトローナム。パトローナム。そうそう、それがエクスペクトパトローナムなんだけど。あるんですよね。そう。で、ハリーが最後、シリウスを守るときに思い出した幸せってなんだとか、なるほどね、もう一回見返すとマジで超いいなって。なるほどね。グッとくんだ。ハリーは、思い出じゃないんだよ。なるほどね。未来の幸せで、なるほどね。打ち返すっていう。はいはいはい、しかもそれを守っ、それ、誰から守るっていうと、シリウスから守る。確かにね。めちゃくちゃいいな、いい。うん、しかも振りも効いてるんだよ、はいはいはい。最初うまくいかない。過去に僕には幸せな過去がない。両親もいないしっていう、うん。そのハリーが何を思い出して、ディメンターを、撃退するかっていう。あのシーンは結構まあハリーポッターでも名シーンって言われてるけど、やっぱ、うん、確かに名シーンだっていう。グッとくんな、それは確かに。で、このシリウス・ブラックを演じたのは、これまたイギリスの名優ですよ。ゲイリー・オールドマン。そ、よゲイリー・オールドマンみたいな。いや、もう、ゲイリー・オールドマンでしかもう考えれないもんな、シリウス・ブラックって。うん。まあ、アズカバンとかはもうぜひ見てほしいんでね、うん、結末は言わねえけど、はい、あのゲイリー・オールドマンってめっちゃいいキャスティングじゃないですか。めちゃくちゃいいキャスティング、めちゃくちゃいいキャスティング、うん、もちろんうまいしね、うん、もちろんうまいし、なんか狂った殺人鬼っていうのを演じて、うん、演じさせたらやっぱ確かに敵役らしさ、うん、かっけえしね、かっこいいしね、汚くてかっこいい、うん、いいよね。で、この作品のワクワクポイント、うん、まあいろんな透明マントとか、はい、グリフィンドールのツリーとか出てきましたけど、この作品のワクワクポイントは、この3年生以上になるといけるようになるホグズミードっていう。ホグズミードね、やっぱいいっすよ。めちゃくちゃいい。みんな私服で行くんすよね。なんだろうね、あれ、日本で言う。なんだろうな、原宿？原宿？まあ原宿的な店もあるよな、まあ、お菓子屋さんとかの。ちょっと郊外にあるんですよね。そうそうそう。学校のちょっと校区外にある。魔法使いしか暮らさない村みたいなところだね。うん、で、パブとか。バタービールね。そうそうそう、ね。とかがあるところに、まあ行くんだけどね。ワクワクしますよね、あそこ、本当に。で、この映画で一番ワクワクするポイントっていうか、まあアイテムなんだけど、はい、まあこれは多分意見が一致すると思うんですけど、うん、このハリーが、このフレッドとジョージっていうロンのお兄ちゃん、はいはいはい、双子のお兄ちゃんがいるんだけど、その二人から譲り受ける忍びの地図。忍びの地図ね。これがもう欲しくて欲しくて。閉めるときね、いたずら完了って言うんですよね。そうそうそう。で、閉まらずとね。この映画やっぱシリーズ通してこの美術が本当に素晴らしいんですけど、はい、この忍びの地図がもう、ああ。しかも、振りがよう効いてるんですよね、あれで。物語上の、ね、振り落ちが忍びの地図で結構展開していくところもあってね。確かに確かに。まあ、この忍びの地図っていうのはこの地図を開くと、うん、そのホグワーツ周辺の、まあ、地図になってるけど、うん、この誰が歩いたか足音がこう映像として見えるって。だから、なんか、あいつはあそこにいるんだとか、自分がこう深夜 で歩いた時に先生に見つからないようにするとかね。うん、で、その地図によって、ちょっとこの謎が解き明かされていくみたいなね。うまいっすよ、あれ。めちゃめちゃうまい。あとはこのアズカバンで、俺が見返してやっぱ映画的にすげえなと思ったのは、このもちろん素晴らしいテーマだし映像なんだけど、この脚本っていうか構成ね。はいはいはい、この、もちろんギリギリまで楽しみは取っておくように話すけど、
この終盤の SF 展開あるじゃないですか。ハーマイオニーを中心とした。はいはい、ああ、はい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 。あそこ、あの組体ね、うん。あれめっちゃすごくない？確かに。ヒッポビークみたいな、馬みたいなやつ。ヒッポグリフか。の下りとかね。そうそうそう。あの下りね。確かにすごいわ。あそこの、うん、いやー。これはまあもちろん原作にもあったんだけど、うん、あれを映像にどう落とし込むかっていう。うん、まあ、いやーこれ言うか迷うな。バックトゥーザフューチャー2みたいなことじゃん。あー、確かにそうだわ。確かにそうそうそう。いや、これちょっとカットするかもしれないけど。うん、これがもうめちゃくちゃ面白いから。確かに。めちゃくちゃワクワクしましたね。うん。アスカはまあ普通に、どうぞ見てください。マジでおすすめですって感じ。うん、胸張っておすすめって言える感じですね。うん。うん、この映画さ、抜け目ないのが、うん、このさっき言った忍びの地図を使ったこのエンドクレジットね。うん、はい、はいはいはい。マジでかっこいい。あ、そんなんだったか。忍びの地図が、こう開いたり閉じたりして、はい、そこにキャストの名前が出て、はい、足跡がこう歩いていくっていう。キーアイテムを使った。そう。俺結構映画のエンドロールで、トップクラスに好きな、はい、なんかオープニングシークエンスかっこいい映画いっぱいあるけど、エンドクレジットかっこいいのは結構珍しくて、はいはいはい、金曜ロードショーでカットすんのよ。あ、まあ、確かにカットしがちですね。見ろって思う、マジで。うん、確かに。見ろ。それか右下にちっちゃく出るんですよ。ああ、そうそうそう。右下にちっちゃく出て、その新作のなんか。そう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 。いや、こっち見せへんみたいなね。そう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 。で、ぜひエンドクレジットまで見てほしいんですけど、はい、この映画1億3000万ドルの制作費で、興行収入8億ドル。まあ、大ヒット。いやすごいわ。はい。アズカバンが結果的には俺一番おすすめってぐらい、うん、めちゃくちゃよくできてるし、うん、映画一本単体としてもすごく面白いし、アルフォンソ・キュアロンがやってるのも納得だし、この後ちゃんと巨匠監督になるのも超納得。ね、なので、まあ、ほんと一作品だけ見るなら、もうストーリー無視してでも、アズカバンでいいと思う。ああ、なるほどね。ってぐらい面白い。はい、で、4作目、はい。2005年公開。ハリー・ポッターと炎のゴブレット。もう、ここで折り返しですよ。7作品あるんで。折り返しか。この作品、4年生になったハリーが通うホグワーツでは、うん、およそ100年ぶりとなる伝統の三大魔法学校対抗試合。トライウィザードトーナメント。懐かしいよね。大好きだな、これ本当に。が開催されると。うん、本来なら、まだ出場機会がない14歳のハリーが代表選手に選出されるわけないんですけど、うん、三つの学校で、ホグワーツと他の二つの学校が、はい、で、そこの一番優秀な人が一人ずつ出るみたいな、はい。で、それが17歳以上っていう年齢制限があると。うん、だからハリーはもちろん出れないんだけど、ただなぜか三人の出場者が発表された後、ハリーの名前が出てくるんですよ。炎のゴブレットと言われるところからね。そうそう、なぜっていう。そこが結構面白いんですけど。はい、その14歳のハリーが代表選手に選出された裏には、いよいよ復活を遂げようとしている闇の魔法使い、ボルデモート教の陰謀があったと。そうですよね。ボルデモートがね、ここで。ずっと暗いな、この映画な。うん、この映画ずっと暗い、確かに。なんか、一作ぐらいやってほしいよな、うん。ハリーはなんか勉強に身が入らない。恋愛でも失敗し、みたいな。一回ぐらいやってもいいですよね。フィリッチでもベンチを温める日が続いたみたいな。ホグズミードで酒を煽り。なあ、でもいいよな。そのスピンオフ見たいっすね。見たいよな。なんだけど、まあ、今作もまあダークだと、はい、で。この映画から変化で言うとね、はい、この原作本っていうのは上下巻になるんですよ。あ、確かに。今までは一巻です。まあ、それでも、OK、だいぶ分厚いんだけど、うん、このゴブレットからこれぐらい分厚いのが上下巻の2冊になるっていう。だからもう単純に2倍の凝縮。まあね、かいつまんでね、やらないといけないところとかもありますからね。で、この作品で抜擢されたのが、うん、フォーウェディングとか、うん、モナリザスマイルとか、うん、あとは我々大好きなフェイク。はい。で、有名なマイク・ニューエル。そうなんだ。まあ結構、まあ、いっぱい撮ってるわけじゃないけど、うん、結構いい映画ある、はいはいはい。で、このモナリザ・スマイル、うん、ジュリア・ロバーツが出てる、はいはい、あと、キリスティン・ダンスとか出てる映画なんですけど、うん、まあ、割と面白い。面白かった覚えはある。このモナリザ・スマイルはアメリカで最も保守的と言われる名門女子大学を舞台に、新任教師たちの奮闘を描いた作品。うん、これ、アメリカの大学、うん、まあ、厳しい、寮とかもある学校の話なんだけど、はいはいはい、だから、
結構まあハリーポッターのカルチャーに近い。まあ確かにそうですね。抜擢されてる理由はこういうところなのかなとか思うんだけどね、うん、あとはもうほんと表面的にしか言わないよ表面的にしか言わないけど、うん、一応全部見る人もいるかもしれないから、はい、表面的にしか言わないけど、このマイク・ニューウェルの作品で一番好きなフェイク、はいはい、この映画っていうのはこのハリーポッターシリーズを全部俯瞰してみるとフェイクじゃない。ああ、まあ言われてみればね、そう、そう見れることもできますね。泣けるフェイクじゃない。まあ確かに、うん、これは全部見た人しか分かってくれないと思うけど俺はね、和フェイクもあるわと思った。なるほどね、うん、でまあ、だから多分マイク・ニューエルは過去作を見て結構評価されて入ってきたっていう監督なんですけど、うん、はい、そう。でこの映画は僕が思うに、うん、まあ、青春映画としてのハリー・ポッター、うん、っていうのがあるならばシリーズの最高到達点だと思うし、なんかハリーたちの友情も揺らぐし、うん、恋も加速するし、うん、関係も複雑になる。確かに。めちゃめちゃ青春映画に振り切った。うん、特に前半は。ゴブレットは青春映画だな、確かに。うん、だし、まあ、それが最後だった、うん、確かに。これが最後なの。これ以降はもうちょっとね。ダークになるっていう。暗く、重たい物語が進んでいきますからね。なんか一つの、まあ、ジャンルの区切りとなる作品だと思う。学園ものここまでですよ、みたいな感じですよね。そう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 。で、結構この映画見返すとさ、なんかやっぱハリーポッターってチェスやったり、紅茶飲んだりとかさ、うん、なんかイギリスの伝統、うん、カルチャーみたいなのが結構色濃く出るんだけど、はいはいはい、やっぱ炎のゴブレットって、このマイク・ニュエルがやってるからかわかんないけど、うん、プロムみたいなシーンあるじゃん。ああ、ありましたね。ダンスパーティーみたいな、まあ。イギリスにもそういうカルチャーあるのかもしれないけど、うん、やっぱ、アメリカの青春映画のカルチャーだから、うん、ジョン・ヒューズとかが描いてきた、はいはいはい、あのプロムダンスパーティーに行かない誘うで、うん、一緒にエスコートする、はい、でダンスを踊るみたいな、あのホグワーツのこの三大魔法学校対抗試合の、はい、まあ社交パーティーみたいなのが開かれて、うん、みんな、ね、エスコートして入ってくる、はい、で最初代表選手4組が踊る、はい、あのミラーボールがあって雪がこう降っててみたいなの、うん、はいはいはい、まんまあの、まあ、プロムですよね。プロムで、うん、でそれでなんかあのハーマイオニーを誰が誘うんだみたいな、はいはいはい、あのくだりね、ドキマキした。だから結構イギリスの結構そういう学校みたいなのをちゃんと描いてきたハリーポッターにし、結構異質なプロム、確かにね、うん、まんまプロムじゃんっていうシーンがあったり、その誰誘うのみたいな、はいはいはい、結構恋愛ドキマキ感みたいな、ね、恋愛的なやりとりみたいなのもあるし、はい、結構なんか、なんだろうな。アメリカの匂いがする。ハリーポッターにしては攻めたな、みたいな感じのところもあって。はい、まあ結構面白い。まあ僕そういうアメリカの青春映画好きなんで、はい、まあ結構、やりたいことがすごい分かったんだよね。うんうん、で、この映画、この魔法世界の人気スポーツ、クィディッチのワールドカップから始まるじゃないですか。うん、あ、そうか。よし、まあ他の、ホグワーツ以外の他の2つの学校の生徒とかも来て、はい、まあ、全然カルチャーとかが違うじゃん。うん、確かに、なんか、バイキングみたいなね。そう。ドーンみたいな。火、ブワーやるみたいな。あとなんか、あの、お嬢様学校みたいなね。はーみたいな。小鳥が。そうそうそう。お嬢様学校はなんかフランスにあるみたいな設定。そうそうそう。フラーデラクールだっけ。あ、そうそうそう。あと、ビクトールクラム。ビクトールクラム。ビクトールクラムかっこよかったね。丸坊主でね。そうそうそう。ラグビー選手みたいな。そうそうそう。いや、クラムいいやつだったもんね。クラムいいやつでしたね、最後。好きだったな。なので、まあ、なんか、こう、なんていうのかな。リアルな世界とホグワーツだけだったのが、結構こう、世界がより開けたっていうか。確かに。あの、あ、他の国にもこういう世界があるんだなっていうのが、そうそうそう、なんか視認できたというかね。そうそうそう。結構面白かったし、なんかやっぱ、クィディッチワールドカップのあの、観客の、なんていうの、世界観みたいなのも結構面白くて、なんか選手登場の時に、こう、ほうきりわーって走っていったら、なんか花火みたいなので、こう、選手、あの、チームのマスコット、なんか、スコットランド対、なんかデンマークかなんかの試合なんで、はい、あ、ハンガリーかな、なんかハリーたちが見る試合が。はい、いや、その、なんか、お国柄の花火がこう上がる、はいはいはい、魔法のね、はい、何が上がったりとか、応援スタイルとかも結構魔法に絡んだもん、はいはいはい。結構なんかそういうやっぱさ、細かいさ、うん、アイディアみたいな。確かに、ね。うん、なんかレストランこうなってんだとかさ、はいはいはい、なんかそういうの見るのが面白いじゃん。確かに。だから結構そういうところも見どころかなっていう。うん、で、この作品でもこのイギリスの人気俳優っていうのは出てます。はい。まあ、二人挙げるんですけど、一、うん、人がこの三大魔法学校対抗試合に、うん、まあ、正規のホグワーツ代表。はい、まあ、ハリーはまあ、
ちょっとインチキっていうか、まあ、まあ、陰謀によって、ね、陰謀によって、ね、選ばれちゃうね。うん、で正規に選ばれる、この学校の人気者、セドリック・ディゴリー。うわ、セドリック。ああ、懐かしい。好きだったな、セドリック。大好きよ。まあ、イケメンで、勉強もできて、うん、スポーツもできて、人当たりも良くて。でもいいやつって、うん。超いいやつなんだよな。彼を演じたのが、このロバート・パティンソン。よっ！これ、まあ、女性の視聴者、ハリーポッターみたいな方いたら、まあ、もう、フィドリック・ディゴリーで検索してみてほしい。マジでこの時のロバート・パティンソン、めちゃくちゃイケメン。そう、イケメン。美少年。本当にかっこいい。ただ、この時、全然無名なんで、まだ映画も2本ぐらいしか出てない。トワイライトまだか。トワイライトまだまだ。で、2008年からトワイライト出るから、はいはいはい、まだ出る直前なんだよ。はい、今もう油乗りまくってますよ、ね。もう油乗りまくる。ここ5年ぐらいでだって、グッドタイム、ライトハウス、テネット、ザ・バットマンで。えぐい。とんでもない。もう鬼一線級っすね。ほぼ、ほぼ、しかもなんかあれだよね、結構アート性も高い、注目監督の映画に、うん、まあほぼ、だってテネットも実質まあ主役みたいなもんし、まあそうですね。ほぼ、ほぼ主役じゃん。はい。いやー、すごいね。ちゃんと実力もあるし、いい作品にも出てるし、うん、ビッグバジェットも出てるし、すごいな。そうなんだよ。で、そんなロバート・パティンソンが結構、初めて出た大作映画みたいなもんかな。うん、だからやっぱここの先見の目もあるし。超いい役をもらってますからね。そう。うん、そして、やっぱり、この、炎のゴブレットぐらいから、ボルデモート教っていうのが復活するんですよ。はいはいはい、で、このボルデモート誰が演じるのって、ここまでイギリスの名映画もずっと演じてきて。誰が演じるんですか？原作を読んだ人もさ、なんかもう、いろんな造形をイメージして。まあもちろんちょっと出てきたこともあった、過去にはね。いろんな形で。確かに。けども、復活したボルデモートが完全体の肉体として出てくるのはこの作品が初めてなんだけど。誰が演じるんですか？レイフ・ファインズです。おっと！レイファインズか。レイファインズっすよ、やっぱ。いやいや、もうレイファインズ以外考えれないもんな。いや、すごいよ。今、イギリス映画界を、まあ、リードし、トップじゃないですか。うん、確かに。名優レイファインズ、うん。この人も貴族なんですね、確か。あ、そうなんだ。確か貴族だった気がする。そう。まあ、彼、シンドラのリストでアカデミー賞、助演男優賞にノミネートされたり、はい、イングリッシュペイシェントで主演男優賞にノミネートされたり、はい、もうもちろん演技賞にも輝くし、はい、近年では007とキングスマン2大英国スパイ映画に出演してるし、はい、もう本当イギリスを代表する超名優。超超超名優ですよね。が、まあ、もう武器である甘いマスクを隠して、もう演技だけで勝負してる。はい、いや、すごいよな、それ本当に。いやでもレイフ・ファインズだよな。もうレイフ・ファインズっすね。佇まいとなんか声とかも、もうボルデモートにしか見えない。確かに。けど他の映画では全然違うんだよ。そうなんですよね。映画すごい。そうなんだよね。いや、もう揃った感じしますね。うん、イギリスの名優が。そうなんだよ。っていう、まあ、結構。まあ、この後もね、はい、いろんなイギリス代表する俳優出てくるんだけど、はい、まあ、この映画特にすごいなっていう。うん、で、この、炎のゴブレットね、最初に言ったこの青春映画としてのシリーズ最高到達点で語りましたけど、はい、結構見返してね、この映画グッときたのが、やっぱ、はい、これ、やっぱこの動画はチューニングを大事にしますから、はいはいはい、結末については具体的には言いませんが、はい、この映画で、この友達のおかげで困難を乗り越えるっていうストーリーなんだよ。まあ、ハリーはライバルであるけど、セ、うん、ドリックに、を助けるし、はい、あとはそのハリーが一人でこう頑張る中、ロンとかハーマイオニーとか、うん、ネビルとか、うん、いろんな人が努力してこうしたらいいんじゃないって助けてくれる、はい、その友達のおかげで困難を乗り越えていくっていうストーリーで、はい、その最後にある友達を失うわけですよ、はい、ハリーたちは、はい、でその失った3人、ロン、うん、ハーマイオニー、ハリー、この3人がエンディングで、来年もいろんなこと起こるよね、うん、でもなんかまたずっと一緒にいようねみたいなエンディングなんですよ、最後。だからこの3人、友達を失う3人が、俺たちずっと一緒にいようねって、多分初めて、ですよ、初めて多分、シーンとして表現したシーンだと思うんだけど。これゆくゆくまでこれがね、大事になってきますからね。うん、この3人が一緒にいるっていうことが。どんどん、そのボルデモートが復活して、命を狙う、俺たちは死ぬかもしれないけど、うん、いろんなこと起きるだろうけど、はい、でも俺たちは一緒にいようねって、うん、結構、なんかもう、俺結構泣いちゃうよ。確かに、うん、なんかグッときます、ね、なんか僕も友達のこととか思い出したりしますもんね。
あの頃の友達とか。だしさ、やっぱ10歳そこらでさ、うん、もう世界的なさ、シリーズに大抜擢されて不安な、うん、その中で、まあ、死の恐怖とかないけど、うん、ずっと常に不安とかさ、プレッシャーに押しつぶされそうな3人っていうのは別にこの、ハリー、ロン、ハーマイオニーじゃなくて、エルパート・グリントであり、うん、エマ・ワトソンであり、うん、ダニエル・ラドクリフであり、うん、その3人がいろんなことある。これからもいろんな、ね、メディアの目にさらされたりとか、そういうのもあるけど、でも俺たち3人で頑張っていこうね、みたいな。根幹はずっと繋がってるんですよね。ようにも思えるっていう、なんか、すごいいいエンディングで、俺結構もうここで終わったら最、もう、傑作っていうか、でもここで終わっていいじゃん、みたいな。なるほどね。うん、だからなんか、ハリーポッターっていうシリーズを一本の映画だと思えば、ここが結構折り返し、まあ確かに。だしね、ちゃんとね。ちゃんとね、この。そう。なんかすごい秀逸なエンディングで、なんか、なんだろうな。まあこっからの伏線にもなってますし。伏線にもなってるし、決意でもあるし、なんか、すごい見返すといいエンディングだな、と思ったんでね。はい。で、この映画制作費1億5000万ドル。はい。興行収入9億ドル。はい。はい、大ヒットです。はい。次行きます。ただ、この詳しく語るのはここまでです。おっと、詳しく語るのはここまでか。結論から言うと、はい、ハリー・ポッターを見たことない人にお勧めするのは4作目まで。はい、はい、はい。で、ハマれば、次見てください。もちろん。ハマれば、ハリーとボルデモートの運命ってのは、ここからどんどん描かれていって。結構、面白いですからね。ハリーとボルデモートの運命の話も。うん、けど、まあ、ハリーポッター好きな人も見てくれてると思うんで、表現は難しいですけど、うん、映画的に面白いのは僕は4作目までだと思う。まあまあまあ。まあまあまあ。結構、5作目、6作目、で、7作目、8作目は、まあね、やっぱりこの、ハリーの運命を辿っていくっていう、うん、だから、ハリー、ロン、ハーマイオニーが、とか、いろんな人たちが、いろんな選択をして、立ち向かうとか、うんうん、まあもちろん立ち向かうんだけど、でも、後半は結構ハリーの運命でしかないというか。確かにね。うん、ストーリーとしてはもう一本のところに収束していく話だから、うん、まあなんか、もちろん見てよかったけど、うん、まあおすすめするのは4作目までかなっていう。まあ、なんかこれも言い方が難しいけどね、この、ハリーポッターっていうシリーズが好きだったらずっと見て、見るのはもちろんいいと思うけど、うん、映画単品で見て面白い面白いよってなのは確かにここまでかも。ここまで。うん、だと思う。何も知らずに映画単品で見て面白いのはここまでかもな。うん、あの好き嫌いの話じゃなくて、僕はもちろん全部最後まで好きなんだけど、うん、まあおすすめするってなったらここまでかなっていうので、はい、まあここまで結構ガツンと喋って、それぞれなんか色がありましたもんね。うん、全部の作品に。うん、でもこっからはハリーの物語っていう色になっちゃうんですよね。全部が。うん、っていうのはまあ5作目にも色濃く出ていて、うん、この2007年に5作目の不死鳥の騎士団公開されます。はいはい、ここから、あの、ハリーたちは、この学校っていう舞台から、もう闇の魔法使いと戦う自警団になっていくわけじゃないですか。はい、この不死鳥の騎士団っていう、うん、まあ、あの、ビジランテですよね。そう、ビジランテを結成していく。うん、もう、先生たちには頼らずに、自分たちで自分の身を守りましょうっていう、うん、自分たちで魔法も勉強するし、うん、なんなら敵と戦うように訓練も、実務訓練も進んでいくっていう、まあ、結構本当にジャンルが変わってくる。ダンブルドア軍団ね。そうそうそう。うん、だからここで明確に区切れんだよ。本当にゴーブレットまでで。そう。で、この死と向き合って、うん、悪と向き合って、自らの運命と向き合うっていう。うん、まあ、このテーマになってくるから、だから、あの、本当に、まあ、変化としてはもちろん当然だし、いいと思うんだよね。うん、その、不死鳥の騎士団から、やっぱこの、ハリーポッターも、2001年公開で2007年まで来るとやっぱ子供で見てた人たちはもう中高生になって10代後半とかになってきて、年齢も上がっていくにつれてこの映像もテーマもダークで厳しい現実に向き合うっていう思いになっていくし、なんかこう前半の4作目までは友情とか愛とかなんかあの優しさみたいなのは非常に尊いものであるっていうすごいこう子供に向けたメッセージを発信する一方で、でも、世の中には、そんなものじゃ太刀打ちできない、本当に恐ろしいものがたくさんあるし、で、そこから守るのはもう自分自身でしかないんですよっていう。まあ、これもまた、厳しいようではあるけど、なんかこう、そうだよねって思える、まあ、メッセージだと思うし、ね。だから、これはまあ、その、なんだろうな。
思ったようなやつじゃなかったって言うつもりではなく、うん、まあなんか、そりゃここまでシリーズ重ねてったらそうなるよね。まあ確かにね。のにも感じるし、うんうん。っていう感じなんだよね。で、監督はもうこの5作目からずっとこのデビッド・エイツ。もう職人っすよね。ハリー・ポッター職人。ハリー・ポッター職人。ハリー・ポッターおじさんですよね。なんならね、今やってる、ファンタビーも全部デビッド・エイツ。やってるんですけど。で、この5作目からは、このベラトリックス・レストレンジ役、うん、そしてこのファイトクラブとか、うん、ティム・バートン作品で知られるヘレナ・ボナム・カーターとか。はい、名優。はい。はい、名優。あと、死の秘宝。はい、ビル・ナイ。はい、名優。ドーナル・グリソン。はい、最高。なんかね、イギリスの注目俳優が出演しております。はい、イギリスですっていう感じですね。役者はもう、本当にもう間違いない。お墨付きです。はい。で、この多くの、うん、もう、今まで飾ってきた、まあ、いや、もちろんダニエル・ラドクリフも頑張ってる、はい、ルパート・グリントも頑張ってる、エマ・ワトソンはもうもちろんブレイクしたし、うん、なんかその主演キャストがめっちゃ売れたかっていうと、うん、まあわかんない、これからだと思うんだけど、うん、苦しんでるところもあると思うけど、はい、とはいえハリー・ポッターシリーズっていうのは実力はあるけど、うん、まあイギリス国内とか、うん、映画好きの中での人気だった俳優たちをもう10億ドル稼ぐ一作品で、うん、はい、超ドル箱のシリーズにイギリス人の、まあなんだろうな。花はないって言うよ、あえて。花はない人だけど、うん、そういう人たちを入れることで、なんだろうな、世界的な知名度。はいはい。実力はもちろんあったけど、その知名度をいろんな人に与えたっていう意味では、このイギリス映画を世界的なものに押し上げたっていう、貢献度で言うとすごく高いのかなっていう。うん、ヤシマ、この後2012年ロンドンオリンピックとかね。うん、イギリスカルチャーの地位向上にハリーポッターかなりになってるのかなっていう感じがあって、でこの前に多分この前かこの後に上がると思うんですけど、ガイリッチー特集同時にやりましたけど、ガイリッチー特集は90年代のクールブリタニアとかブリッドポップとか90年代のイギリスカルチャーがちょっと世界的にこうブームになりましたみたいなものだったけど、このハリーポッターっていうのはそういうなんか一過性のカルチャーじゃなくて、このイギリスの今までの長い歴史とか、うん、そういう風土みたいなのを武器に世界観を作り上げたっていう点では、うん、確かにそうだな、うん、なんか我々には財産がある、うん、チェスとか紅茶とか、うん、こういう建物とかね、うん、生活様式みたいなのをこうファンタジー映画に落とし込んで、なんかこうちょっとベクトルが違うというか、確かにすごい、そういう意味でも意義のある作品だなって思うし、ワクワクしますからね、あとやっぱり見返して改めて思うのは、やっぱハリーポッターってこの20年以上人気を保ち続けてる。未だに日本でテーマパークができて、そうっすよ、でもうなんか、俺行きたいんだけどさ、全然よく撮れないじゃん。スタジオツアーでしょ？めっちゃ行きたい、あれ、本当に。俺本当にこれは言い過ぎじゃないと思うんだけど、アベンジャーズとか、スターウォーズも新しいのやったけど、うん、俺は21世紀最高のエンタメシリーズハリーポッターだと思う。うん、僕もそう思いますね。動員とか、うん、あとはなんかカルチャー的な。やっぱ影響力は今でもすごいですもんね、ハリーポッターって。うんうん、それはもちろんスターウォーズとかもすごいですけど。うん、だからなんか個人的にはやっぱ、スターウォーズ1作目からリアルタイムで見れた人羨ましいなとか、うん、バックトゥーザフューチャーとか、はい、いろいろあった憧れを持っていたけど、うん、俺たちは結構ほぼ同年代で、うん、ハリーと共に成長しながら見続けて、これは結構誇れるというか、誇れるし、うん、なんか良かったなっていうね、俺ら世代としては、うん、なんかすごいそれに感謝できるなっていうのもあって、うん、まあ結構、この動画はハリーポッターね、いつか特集しようと思ったんだけど、うん、ただちょっとこう個人の好みに偏りすぎるのがいかがなものかと、はいはいはい、どういう風な切り口が。切り口でやるかってすごい悩んだ結果、うん、やっぱこういう感じになってしまったので。なるほどね。なのでもちろん魅力はもっと語れるし、うん、ハリーポッターのこのシーンが好きっていう話はもちろんしたかったんだけど、はい、ちょっと今回こういう感じにさせていただきました。はい。どうでした？いやー、なんかいろいろ思い出してきて、ね、なんかもう一回、この1年ぐらいで僕全部見直したんですけど、もう一回見直したいなってなりましたね。うん、収録時点でまあ12月中旬なんで、ネットフリックスで全部見れるんですけど、はいはいはい、大晦日からかな、はい、Amazon プライムで見れるって。おー、いいっすね。なので、ちょっと、いいタイミングかなっていう感じで。確かに、うん。っていう感じでね、まあ、ハリーポッターシリーズで一番好きな作品とか、はい、キャラクターとかね、はい。いっぱいありますよ。ぜひコメントしていただきたいと思います。うん、まだまだね、語れますからね。いや、そうだね、うん。ということで、コメントお待ちしております。はい。いや、面白いと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録。よろしくお願いします。
ではシネマファストクラブでした。バイバイ。